傾向として挙げられるものとしては大体4つぐらいありまして、小さい会社を大きい会社で買うやっぱ以前よりもこう経営オプションとしてすごく有効的なものを成長のために活用する企業というのはもうベターになってきてるのかなと。皆さんこんにちは、日本M&Aセンターで IR 担当してます岡崎と申します。皆さんこんにちは、日本M&Aセンターで IT スタートアップ関連の M&A に特化してですねチームのリーダーを務めた桜田と申します。よろしくお願いします。いつもですね、この T シャツを着てですね、YouTube 撮ってるんですけど、ちょっと変わったの分かります？ちょっと、靴が変わりました。そうです、生地が変わりまして、これはちょっとメッシュ地で夏仕様だったんですけど、はい、10月に入ったということで、秋仕様になっております、ね。あったかいですね。はい、ちょっとあったかいです。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。今回は、2023年9月末までですね、の IT 業界の M&A について見ていきたいと思うんですけども、大体何件ぐらい M&A が行われていると思いますか？そうですね。100件ぐらいですか。100件ぐらい。リリースされてるものだと大体1100件ぐらいまで行われていますが、いわゆるその一部出資とかも含んでの件数なんで、一部出資とか除くと300件ぐらい、経営権の移動を伴うものだと IT だけでも300件近く今行われていると。具体的に1000件近い MA が行われていると思うんですけど、なんでこの IT 業界の MA の件数が多いと思います？ IT 企業だとスタートアップとかが多いのかなと思うので、比較的買いやすいというか。そうですね、はい、今スタートアップの約7割ぐらいが情報通信業に分類される業種でスタートアップしてて、あと3割ぐらいが宇宙とかバイオとか結構重厚長大なスタートアップになっていて、スタートアップの MA が多いっていうのもありますし、上場している会社年間100社あって、その大体4割ぐらいが IT に分類される企業っていうふうになっていて、で上場するとそれだけ資金を調達して、まあ、投資をしていくんですけども、 IT とかの場合だと自動車産業のように工場を作ったり設備建てたりの基本的にせず、人の採用ただ広告費にお金を投じていく、でその一つの経営オプションとして MA にも結構お金を使っていって時価総額を上げていくっていう会社が多いというのがあって、業界としても、ね、IT 業界の MA が多いというふうに言われています。2016年から私はこの IT 業界の MA の市場を見ているんですけども、傾向として挙げられるものとしては大体4つぐらいありまして、最近増えているのが外資のコンサル企業による日本の IT 企業の MA で、2つ目が既に上場している IT 企業を TOB 市場から買うことによって子会社化をする MA っていうのがあります。で3つ目が上場前の IT スタートアップ企業を買い手ですね、買い手とした MA っていうのがあります。4つ目が SIDX 企業を買い手とした MA、この4つがトレンドとしてあるかなと。1つ目言った外資企業企業による日本の IT 企業の MA というところでいうと、この流れを作ったのがアクセンチュアご存知ですよね。アクセンチュアが世界最大のコンサルファームなんですけれども、ここは2013年ぐらいからデザインの会社買ったり、アプリ作る会社買ったり、いわゆるその企業向けの DX のプレイヤーを2013年後から MA していたと。ここも昨年の9月に上場している AI のアルベルトという会社を TOB して子会社化しています。同じコンサルファームである、外資のコンサルファームであるデロイトも今年の6月にアンサングヒーローという、AWS とかクラウドのサービスを提供するコンサル会社を運営していたりします。今年の6月にはフランスのコンサルファームキャップジェミニという企業がビッグツリーテクノロジーという、ここは上場してないんですけど非上場の IT の会社を運営していたりします。リリースされているだけでもこのアクセンチュア、デロイト、キャップジェミニっていう会社が MA をしているんですけれども、件数としては多くなってきてるかなと。なのでこの外資の資金力がある企業による日本の IT の、上場している企業、非上場の企業の株式を買って子会社化していく流れは加速していくかなと思ってまして、先ほど申し上げたようにその国内の企業でも DX の市場っていうのは年々伸びていますし、日本自体もまだ、世界の GDP 3位の国なので、やっぱり ITDX 市場というところで見ても、世界的に見ても美味しい市場だから今日外資が来ているというのがあります。2つ目がすでに上場している IT 企業を TOB することによる MA というところで、今年だけで2件で、1つが日比谷コンピューターという会社、ここは創業50年ぐらいの IT の老舗企業を LTS という会社が MA をして子会社にしたで、 e ガーディアンというセキュリティサービスを提供する会社も展示ホールディングスが TOB による子会社化を発表した。これは昨年までこういったニュースなかったんですけども、近年ここは増えてきたなというところになってます。で3つ目が上場前の IT スタートアップを買いとした MA というところで、スタートアップで言えば資金調達をして上場までその資金をつないで上場まで行くんですけども、この資金調達額の大型化が進んでいるというところと、 VC にとってもスタートアップが調達資金を MA に振り向けるというところに結構積極的になっています。エニーマインドという会社ご存知ですか？はい、聞いた
あ、聞いたことあります、はい、ここはアジアとかシンガポールとかでデジタルマーケットをやってる会社で、ここも上場したのは今年なんですけれども、上場まで約120億で資金調達していて、7社の M&A を実施しています。でスタートアップの資金調達が大型化した、でその資金が M&A の資金に充てられて、である程度上場までにこう規模を大きくして上がるっていう流れっていうのが今後もトレンドとして続くんじゃないかなと思ってます。で4つ目がですね、ここはずっとあるんですけど、新興の SI とか DX 企業を開拓した M&A で、2023年で一番 M&A をしている会社の件数は何社ぐらいだと思います？1社で1年で5社とか。シフトという会社があるんですけども、ここは2023年まで8件かな M&A を実施して、ほぼ毎月 M&A を実施しています。シフト自体は2005年設立で、いわゆる IT 業界 SI 業界では後発なんですけれども、後発の企業なんですけれども、まあ、成長している理由としては、まあ、M&A で数を増やしているというところがあるかな。シフトより前にできた後継者がいない IT の企業というのは大体1万5000社ぐらいあると言われまして、ここが、グループによく入っていると。でシフトの件数には及ばないんですけれども、ツーストン&サンスっていう、もともとブランディングエンジニアという、もう上場している会社なんですけども、ここも今年だけで3件 M&A を実施していると。なので、新興の SI 企業が非常に M&A をしているということになっています。もっと M&A のイメージとして、はい、小さい会社を大きい会社が買うっていうイメージがあったんですけど、はい、今回なんか老舗を買ったり、はい、シフトさんも自社より先輩の会社を買ったりっていうのが多い、はい、そうですね。 IT 業界も1960年70年にできて、この会社はいわゆる IT1.0 みたいな会社で、シフトとかツーストン&サンズは、まあ、IT2.0 とか 3.0 ぐらい、ちょっと次世代の IT の会社なんです。そういった上場してる会社が非上場 の先輩の会社を買ってで、より成長させていくっていうのは、まあ、M&A をきっかけとした世代交代みたいなのが起きているっていうのが近年の傾向としてはあるかなと。ではですね、ここからはですね、 IT スタートアップ業界の M&A 事例、個別具体的に見ていきたいと思います。冒頭出てきました、今期一番 M&A をやってるシフト社が何を買ったと思います？書いてますけど、保育園。一応 IR 上から、読み取れるのは、やっぱりその IT 人材の育成だけでなくてですね、人材育成っていうところにフォーカスした場合、やっぱり初等教育っていうのが非常に重要になってくるというところもあって、保育園を運営されているインフィニックさんの株式を譲り受けられた。シフトさん自身も社員が今1万人まで達してまして、その中でもですね、やっぱり子育ての課題とか従業員の方にも子育て上の課題とかありますので、社員の方の仕事以外の生活のところもグループとして課題視してケアしていこうっていうところがやっぱり一番あるんじゃないかなと思ってます。でこのシフトの丹下さん自身もですね、過去5億円を寄付して地元の広島の地元で保育園を建てたりもしてるので、未来の人材育成っていうところも非常に重要視してますし、あとまあ ESG の文脈でもやっぱり少子高齢化だったり保育園が足りないとかって社会課題だったりするので、まあ、シフトさん自身もビッシュという保育園向けに保育園のバスの位置情報を提供しているパースの会社とかも過去グループに迎え入れてまして、でも今回保育園自体を MA したという、まあ、そことの事業をしないように図られてるんじゃないかなと思います。あとシフトの IR でいうと MA の実績というところで MA の件数自体も開示してるんですね。 MA の検討件数ですね、例えば2023年の6月末時点だと、まあ、MA 体制が6人から9人になりましたと。 IM 獲得、この IM というのはいわゆる企業の売り手さんの詳細情報など、まあ、非上場企業の IR みたいなものですね。こちらを145件検討して条件提示を28社して制約まで7社だと。145分の7なんで、シフトグループに入るっていうのもなかなかこう難しくなってきてるんじゃないかなというのはこういったのを言うと思います。で多分おそらくこの IM の検討件数から意向表明の提出制約までの件数を上場企業さんで開示したのは多分シフトさんが初めてなんじゃないかなと。それに習ってかわからないんですけれども、クラウドワークスという会社、まあ、フリーランスのマッチングの市場で売上100億、営利10億作っている会社さんなんかもですね、IM 検討数ですね、これ264件、面談94件して、DD9 件して、2件実行までいた。これも264分の2なんで、まあ、非常に、まあ、狭き門という。IT 企業において MA の重要性、成長するために MA を活用していこうという中で、こういった MA に関する開示っていうのはより充実してくるんじゃないかなと思っております。やっぱり IR で M&A の実績を発表するっていうのはやっぱりこう会社の大きな成長戦略の一つなんだなっていうのを感じますので、はい、機関投資家が注目するのは企業の成長戦略だと思うので、はい、投資家の方もすごい興味を持って成長戦略の一つと企業も捉えて発表されています。
そうですね。やっぱ昔って M&A の件数自体が少なかったので、 M&A イコールリスクが高い経営オプションというふうに捉えられがちだったんですけど、今その M&A の取引量自体も、まあ、IT だけで1000件ぐらいあるんで、いわゆる M&A の失敗、どうすれば失敗しないかってノウハウもすごく共有されていて、で買い手さんの M&A に対する知識っていうのも増えてきて、やっぱ以前よりもこう経営オプションとしてすごく有効的なものの成長のために活用する企業っていうのはまあベターになってきてるのかなと思いますし、M&A自体は動く金額自体はすごく大きいので、それだけその連結の PL とかに与えるインパクトも多い分、投資家がすごく注目がされてるんじゃないかなと思ってます。ここまで話してきましたけども、まだまだ取り上げたい IT 業界の M&A 事例はあるんですけれども、またですね、2023年が閉まったタイミングでまた発信できればと思います。日本 M&A センター公式 YouTube では、 M&A や企業成長に関する情報を日々発信しています。チャンネル登録者数1万人を今年中に突破することを目標にしています。ぜひチャンネル登録お願いいたします。